大江町で住宅が全焼し、4人が亡くなった火事の続報です。発生から5日目となった今日も、出火原因の特定に向け、捜査が続けられています。今月23日午前0時40分ごろ、大江町奈良山の農業、鈴木義勝さんの木造2階建て住宅が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。 火災から5日目の今日は実況見聞は行われませんでしたが、警察などによる捜査が続いています。住宅の2階部分は大きく崩れ落ちてしまい、火災の悲惨さを物語っています。亡くなった4人の身元の確認はできておらず、出火原因も分かっていません。消防によりますと、4人の遺体は2人が玄関付近で、 他の2人は住宅の中央付近で見つかったということです。この家には5人が住んでいて、吉勝さんの妻は近くの住民らに救助され無事でしたが、吉勝さんと20代の息子2人、80代の母とは現在も連絡が取れていません。警察は遺体は連絡が取れていない4人と見て調べを進めていますが、 遺体の損傷が激しく DNA 型鑑定などで身元の特定を進めています出火原因については今後も見聞を行うなどして詳しい捜査を継続していく方針です